3、2、1、0。おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でー。12月の2日、今日は日本人宇宙飛行記念日だそうです。1990年ソ連のソユーズに乗って宇宙初飛行したそうです。ところでソユーズって何？履物のことを。それはシューズ。火曜日のことですよね。それはチューズで、そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用、志のご注文が増えてます。法事、ギフトはお任せください。鉄火巻きに黒とろ昆布。鉄火巻きに黒とろ昆布を振りかけて、あとはよーくなじませるだけ。よーくなじませると味に深みがとっても増します。お酒のつまみにぴったしです。まっちょん、また電車乗り過ごしたらしい。いい加減にしろよな。